コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コヘです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画はリクエストをもらいましたので、 210K クラウンアスリートのブラックスタイルの話と中古車を見たいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。今でも本当に超大人気の高級セダン 210K クラウンアスリートからアスリート S ブラックスタイルっていう特別試乗車が2014年7月に発売されました。で、この特別試乗車は前期モデルのみとなっております。グレード構成はアスリート S をベースとしたアスリート S ブラックスタイルとアスリート S4 をベースとしたアスリート S4 ブラックスタイルの2種類がラインアップされています。で、新車価格は501万3673円から5229673円です。はい。で、 210K クラウンロイヤルサルーンにもブラックスタイルのモデルが販売されております。で、クラウンロイヤルサルーンに関しては特別試乗車がブラックスタイルのみとなっております。で、 210K アスリートはピンククラウンや空色エディション、若草色エディション、 J フロンティア、J フロンティアリミテッドなどたくさんの特別試乗車が発売されていますよね。先ほども言わさせてもらいましたが、21アスリートに関しては本当に幅広い層の方から愛されている車だと思っております。はい。で、ブラックスタイルのクラウンはフロントグリルの格子部分をピアノブラック塗装とし、ブラックスパッタリング工法塗装を施した18インチアルミホイールを特別装備や、テラロッサ本革シートをオプション設定、全車にオートワイパーや自動防減インナーミラーなども装備されていますので、少し変わった21アスリートに乗りたい方には良い車だと思います。はい。ボディサイズは全長 4895mm、 全幅 1800mm、 全高 1450mm または 1465mm、 ホイールベース 2850mm、 タイヤサイズ18インチ、エンジンは直列4気筒 DOHC プラスモーター、排気量 2493cc、 使用燃料レギュラーガソリン、駆動方式 FR またはフルタイム 4WD、 トランスミッション CVT です。皆さんお待たせしました。それではブラックスタイルの中古車を見たいと思います。さあ行くぞ。皆さん見てください、46台見つかりました。私は特別試乗車なので弾数はかなり少ないと思ってたんですけども、思った以上に見つかりました。はい。それではね、見ていきます。で、支払い総額は安い順にしております。はい。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、前期モデルになりますので年式は2014年、車検が2025年の4月まで、保証がなしか、走行距離が10万キロ超えてます、修復歴がなしで、支払い総額139万円です。走行距離が10万キロ超えていたら139万円ぐらいで今のところ落ちてます。はい。下側行ってみます。出てきました。皆さん、クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、年式が2015年で、車検整備付き、保証付きと。で、走行距離が10万キロ、このお車も超えてますね。で、修復歴がなしで、支払い総額158万円です。はい、下側に行ってみます。やっぱり結構しますね。21アスリートの特別試乗車、前期でも高いですね。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで、車検が2026年の2月まで、結構残ってますね、保証付きと。で、走行距離が約7万キロで、修復歴がなしで、支払い総額159万円です。走行距離が7万キロぐらいだった場合は、この159万円ぐらいでありますね。はい。下側に行ってみます。お、クラウンアスリート専門店って書かれてますね。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル。禁煙車ですね、この車。車検整備付き、保証付き。走行距離が10万キロ超えてますね。修復歴がなしで、支払い総額が162万円です。私、個人的な意見になるんですけども、走行距離が10万キロ超えて、まあ、年式が2015年で、支払い総額が162万円っていうのは、
高いような気がします。皆さんどう思いますか？もしよかったらコメント欄書いてください。よろしくお願いいたします。クラマスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、おレグノのタイヤがついてますね。車検整備付き、保証付き、走行距離が10万キロ超えてますね。修復歴がなし、支払い総額163万円です。走行距離が12万キロで支払い総額は163万円か、高いような気がしますね。かなり綺麗なお車だとは思うんですけども、下側行ってみます。このアスリートは車高調が装着されてますね。年式が2015年で、車検整備付き保証付きと、走行距離がこのお車も10万キロ超えてますね。14万です。修復歴はなしで車内総額165万円です。いいお値段しますね。本当にクラウンアスリートは大人気だな。これはクラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、車検が2026年の9月まで保証なしと、走行距離が約5万キロ、修復歴がありか、どこ直してるんでしょうね。支払い総額168万円です。走行距離はね5万キロでいい感じなんですけども、修復歴がありっていうのがね気になりますね。支払い総額168万円です。下側に行きます。ハイブリッド車になりますので、駆動用バッテリーがどうなっているのか、その辺が気になりますよね。保証とか。はい、クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、車検整備付き、保証付き、走行距離が14万キロです。修復歴がなしで支払い総額173万円です。でこのブラックスタイルは後期仕様にしてますね。はい、支払い総額が173万円っていうのはねかなり高いような気がしますね。もう走行距離が15万キロですからね。はい、まあ後期仕様にしているのでかなりお金はかかってると思うんですけども、いいお値段しますね。21アスリート前期モデルも。下側に行きます。ぶっちゃけ私はもう少し安いと思ってたんですけども、高いですね。はい、出てきました。ブラックスタイルで20インチのホイール、エアロ、ローダウン、かなりカスタムされてますこの車。車検整備付き、保証付きと、走行距離が約18万キロです。修復歴がなしで支払い総額177万円です。かなりカスタムされてお金がかかってるとは思うんですけども、走行距離が約18万キロで支払い総額が177万円って言ったらいいお値段しますね。下側に行きます。で皆さんは車を購入されるときに、カスタムされた車がいいですか、それとも純正の車がいいですか。もしよかったらコメント欄書いてください。よろしくお願いします。ちなみに私はノーマルの車を買って自分でいじる方が好きです。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで、おサンルーフがついていますね。走行距離が15万キロ、修復歴がなしで支払い総額178万円です。まあ今支払い総額が安い順にしているので、まあね結構走行距離が走った車が出てきてると思うんですけども、価格は本当に高いですね。車検整備付き、保証付きと、走行距離が10万キロ超えてます。修復歴がなしで支払い総額184万円ですね。はい、かなりこのお車カスタムされてます。ちょっとスピード上げていきます。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、車検が2025年の8月まで保証なしと、走行距離10万キロ超えてます。修復歴がなしで支払い総額191万円です。走行距離が10万キロ超えて支払い総額が191万円って言ったら結構いいお値段しますね。本当に。下側いきます。高いですね。やっぱり21アスリートブラックスタイルも、クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで、車検が2026年の5月まで保証付きと、で走行距離が約10万キロ、修復歴がありか、支払い総額194万円です。これトヨタの認定中古車のお車ですね。はい、下側に行きます。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、車検が2025年の1月まで、あともう少しです、保証付きと、で走行距離が約7万キロ、修復歴がなしで支払い総額196万円です。走行距離が8万キロで支払い総額が196万円って言ったらいいお値段本当にしますね。年式が2015年なので9年前のお車です。はい、下側いきます。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで、車検整備付き、保証付きと、走行距離10万キロ超えてます。修復歴がなしで支払い総額198万円です。この車は車高調が入ってますね。あと20インチのアルミホイールに変更されておりますね。はい、下側いきます。高いですね。ブラックスタイルも高いな。
トヨタの認定中古車が見つかりました。車検が2025年の11月保証付きと、で走行距離が約7万キロ、修復歴がなしで支払い総額199万円です。ブラックスタイルのニーチアスリート高いですね。下側に行きます。おガリバーさんですね。車検が2025年の9月まで保証付きと、で走行距離が約9万キロ、修復歴がなしで支払い総額200万円ですね。このブラックスタイルもいいお値段します。下側行きます。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで車検整備付き保証付きと、走行距離が約5万キロ、修復歴がありか、どこ直してるんだろう。支払い総額200万円です。修復歴がありで200万円ぐらいするんですね。このお車もかなり綺麗そうですね。はい、下側行ってみます。クラウンスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイル、おサンルーフがついてます。車検が2025年の11月まで保証付きと、で走行距離がこのお車も10万キロ超えてます。修復歴がなしで支払い総額201万円です。だいたい走行距離が10万キロ超えて、まあ支払い総額が200万円ぐらいするアスリートが多いですね。ちょっと支払い総額が高いの見てみます。公平 TV。 このブラックスタイルの車を購入するのであれば最低でも200万円はまだしますね。高いですね本当に。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで、サンルーフとかがついてますね。でトヨタの認定中古車です。車検整備付き保証付きと、走行距離、お皆さん見てください、全然走っていますね。修復歴がなしで支払い総額なんとびっくり302万円。うそ、たっけ。年式が2015年、まあ前期モデルの車ですよ皆さん。支払い総額302万円するんですか。下側に行きます。うわすごいな、302万円出したら今私が乗っている220K クラウン RS アドバンス前期のお車が買えますよ皆さん。すごいな。クラウンアスリートハイブリッド 2.5S ブラックスタイルで車検整備付き保証付きと、走行距離が約2万キロで修復歴がなしで支払い総額289万です。うわすごいな、高いですね。下側行きます。 2.5S ブラックスタイルで年式が2014年、車検整備なし保証なしと、走行距離が約2万キロ、修復歴がなしで支払い総額284万円です。走行距離があまり走ってないブラックスタイルの車になりますと、だいたい300万円ぐらいはまだしますね。私は今正直驚いております。はい、下側行ってみます。おこの車サンルーフとかがついてますね。でエアロとかが装着されております。車検整備付き保証付きと、走行距離が約4万キロ、修復歴がなしで支払い総額269万円です。うお、カスタムされた車とはいえ支払い総額269万円ですか。下側行きます。うわ高いな、ブラックスタイルも。車検が2026年の6月まで、保証付きと、走行距離約6万キロ、修復歴がなしで支払い総額267万円です。サンルーフとかがついてますねこのアスリート。高いですね、6万キロで267万円か。出てきました皆さん、新品のタイヤと車外エアロがついてます。車検が2026年の9月まで保証付きと、走行距離が約7万キロで修復歴がなしで車内総額266万円です。このアスリートも高い。車側行ってみます。車検が2025年の3月まで保証付きと、走行距離約5万キロ、修復歴がなしで車内総額262万円です。はい、車側行ってみます。そうだな、まだ結構しますね。走行距離約6万キロ、修復歴がなしで車内総額256万円です。このアスリートも高いですね。でリクエストくれた方は本当は J フロンティアリミテッドが欲しいみたいなんですけども、まだかなり高いので買えないと。で前期のブラックスタイルであればまあギリ頑張れば購入できるかもしれないってことで、ね、動画配信してくれって言われました。はい、でもやっぱブラックスタイルも高いですねまだ。はい、で車検整備付き保証付き、走行距離約5万キロ、修復歴がなしで支払い総額249万円です。走行距離が約5万キロぐらいでしたら支払い総額249万円ぐらいであります。はい、で
年式がね2015年なので9年落ちの車ですね。はい、で9年落ちでまあ249万円って言ったら個人的な意見になるんですけども、ちょっと高いかなって思いますね。でこれでまだハイブリッドバッテリーとかの保証がねがっつりあったらいいんですけども、駆動用バッテリーとかの保証もなしでこの金額ぐらいするのであれば高いような気がしますね。はい、下側いきます。ちょっとスピード上げていきます。お、赤色のアスリートが出てきました。かっこいいですね。この車の支払い総額248万円ですね。走行距離が約3万キロです。お、このアスリート結構いいかもしれませんね。赤色なので少し安いのかもしれません。はい、でこの車トヨタの認定中古車です。もういざとなればこの車を買って全塗装して乗るのもいいかもしれませんね。赤色が苦手な方は。下側行きます。このアスリートが走行距離が約6万キロで、支払い総額245万円ですね。でこの車モデリスタって書かれてます。下側行ってみます。でこの車の支払い総額が239万円です。かなりカスタムされております。走行距離が約9万キロです。下側に行ってみます。クラウンアスリートブラックスタイルで禁煙車ですね。で走行距離が約6万キロで修復歴がなしで支払い総額238万円です。下側行ってみます。ブラックスタイルでサンルーフがついてますね。で保証なしと走行約8万キロ修復歴がなしで支払い総額235万円です。エアロとかが装着されてますね。はい、下側行きます。でこの車の支払い総額が229万円ですね。走行距離が約8万キロで修復歴がありです。かなりカスタムされてます。下側に行ってます。トヨタの認定中古車です。1年間走行距離無制限保証プラスハイブリッド保証って書いてますね。車検整備付き保証付きと走行距離が約9万キロ修復歴がなしで支払い総額229万円です。はい、下側行ってみます。このブラックスタイルが229万円ですね。走行が約6万キロです。このブラックスタイルが229万円ですね。走行距離が約6万キロです。で、走行距離が7万キロで支払い総額219万円です。はい、支払い総額219万円です。公平 TV 皆さん、210系クラウンアスリートの特別試乗車ブラックスタイルの中古車はいかがでしたか。台数は46台で価格は139万円から302万円でした。これは私の個人的な意見になるんですけども、ちょっとねまだ高いなと思いました。正直もう少し安いかなと思ってたんですよ。前期モデルなので。でもやっぱり210系クラウンアスリートはまだ高いですね。はい、私は少し舐めてました。21アスリートさんすいませんって感じです。皆さんはブラックスタイルの中古車安いと思いましたか、それともまだ高いなって思いましたか。もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いいたします。はい、また210系クラウンアスリートの動画も配信させてもらいます。でリクエストをお待ちしておりますので、X やインスタグラム、YouTube のコメント欄でも構いませんので、もしよかったら書いてください。はい、本日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。コヘでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。